皆さんこんにちは、裏方です。裏方登場のコーナーではチャンネルに寄せられたコメントでの質問に詳しく答えたり、エアガン関連のマニアックなネタの掘り下げ、サバゲーで使えるテクニックなど座学と実技で紹介していきます。さて今回は光学機器はローマウントオアハイマウント座学編です。今回はね、このように図を使って、説明していきたいと思います。こちらは上がローマウント、下がハイマウント時のスコープ照準線と十軸線を分かりやすく図にしたものです。こんなにね、ハイマウントにする人はいないと思いますが、なかなかね、今回は分かりやすくするためにわざとね、差を大きくしてみました。ちなみに照準線とは照準の基準となる線のこと、要はサイトからターゲットまで、線を引いた感じですね。十軸線とは、銃口の中心を通る線のこと。以前適正ホップアップではでご紹介しました弾道とは違います。あくまで基準の線です。最終的には弾道に合わせてね、また調整が必要になってきますんで、ここはちょっとね、間違いないようにしてください。で、青い塗りつぶし部分はサイトパララックス示唆で標準語を分かりやすくしています。図を見てお分かりでしょうか。ハイマウントの方がパララックスが多くなっています。続いて実用標準線による示唆量比較ってことで、実際に光学機器を使うにはゼロインを行いますが、仮にこのようなね、角度で調整を行った場合、示唆パララックスはどうでしょうか。やはりハイマウントの方が多くなっています。と、多くなってるっていうことはどういうことか、次の図で分かりやすく見てみましょう。はい、こちら実用照準線による狙いの有効範囲、緑のね、枠部分が照準線と十軸線とが被る有効範囲です。ローマウントの方が有効範囲が広いことが分かります。もう少し広角にして狙いの先までね、見てみましょう。はい、こちら狙いの先の照準線は下がっていきますが、やはりローマウントの方が差が少なく有効範囲が継続しています。要は十軸線により近くから狙うローマウントは浅い角度を維持できるので、その分有効範囲が広く、調整もそうですが狙いもしやすくなります。このようにローマウントの方が利点が多い中、なぜハイマウントが存在するのでしょうか。それはスコープなら対物部分の風度計が大きいものがあって、ハンドガードなどにね、干渉してしまうので、その分の高さを確保するためだったり、ストックチークピースの高さによっては低すぎるとうまく狙えない場合があるので、様々な高さのマウントが存在します。例えばこんな感じね、ここがね、フードが大きいとハンドガードに当たっちゃうんで、どうしてもハイマウントにせざるを得ない場合とか、あとはね、このリアサイト上げたいとか、スコープつけたままでもこうリアサイトね、使いたいよっていう場合はこれをね、ハイマウントにしたりするわけです。あとは狙うときにこのチークとかストックのね、高さによっては上がりすぎちゃって狙えない、ローマウントすぎるとこう下げないと、かなりこう覗き込まないと見えないってなるとですね、やっぱハイマウントにした方が狙いやすいわけですね。なんでこうハイマウントベースだったりハイマウントリングだったりが存在します。で、ドットサイトなども狙いやすさ重視の場合もありますが、フロントサイト、リアサイトね、干渉しないようにするためハイマウントが存在します。さて、裏方道場、光学機器はローマウントオアハイマウント座学編、いかがでしたでしょうか。光学機器はサイトパララックス、示唆を少なくするのが基本、ローマウントは狙いの有効範囲を広くできる、光学機器の形状、銃の形状に合わせて高さを調整する、ということで今回の座学を終わります。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。質問なども動画で掘り下げる場合があるので、お気軽にコメントしてください。それではバイバイ。